皆さん、こんにちは。今回は桑野信義さんを取り上げていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。タレントでトランペット奏者の桑野信義さんと、元妻の間に生まれた息子マサさんこと桑野正直さんは、ヒップホップグループジョン・スミス・クルーで活動するミュージシャンです。桑野信義さんの祖父は軍隊のラッパ手、父親はプロトランペッター桑野信一さん、そして桑野信義さん自身も、ラッツ&スターで活躍するジャズトランペッターです。息子マサさんもまた、ミュージシャンとは血は争えないものですが、容姿は桑野信義さんに似ず、今時のシュッとしたイケメン風だとされています。桑野信義さんを渋めのイケメンと定義したとしても、どうやら息子のマサさんは、元妻似のようです。桑野信義さんと元妻が離婚したのは、1984年11月21日生まれのマサさんが4歳の時でした。以来、全く育児経験のないながら、息子を引き取って育ててきた桑野信義さんでしたが、現妻と再婚する際に15歳のマサさんと離れて暮らす選択をしています。桑野信義さんと息子マサさんの DNA 鑑定が2014年4月放送の「私の何がいけないの?」スペシャルで特集されました。この DNA 鑑定は長らく桑野信義さんと自分が似ていないことに疑念を抱いていたマサさんによって提案されたものだったそうです。桑野信義さんと元妻の離婚理由は不明ですが、両親ともに自分を置いて出て行ったこと、父親が再婚先で2人の子供を設けたことで、マサさんが父子関係を怪しむようになっても無理はありません。いかにも親子ではない雰囲気を醸し出していた番宣に反して、鑑定結果は桑野信義さんとマサさんは 99.9% 親子であることを証明するものでした。あの歓喜と安堵の涙もマサさんの売名目的だったとしたら、現状はそれほど功を奏していない気がします。しかし桑野信義マサオフィシャルブログを共同発信するまで親子の絆が深まったのですから、めでたい話と言えるでしょう。桑野信義さんにとって元タレントの田代正史さんはラッツ&スターの先輩となります。1980年代以降は共に志村けんの大丈夫だなどでコメディアンとして人気を博した中でもありました。田代正史さんが2010年に薬物取締法違反で5度目の逮捕となった時、桑野信義さんは先輩、初めて呼び捨てしますとだけコメントしています。鈴木雅之さんや志村けんさんが愛想を尽かす中、青少年保護育成条例違反の疑いで書類送検されて謹慎生活を送った過去を持つ桑野信義さんは、田代正史さんの心情を誰よりもおもんぱかっていたはずです。落胆のあまり、それ以上の言葉が出てこなかったのも当然でしょう。ところが田代正史さんが出所してから約半年後の某番組で、昔のラッツ&スター時代の桑野信義さんの映像が放送された時、これまで NG 扱いだった田代正史さんの姿が映し出される、意図的な演出がなされました。これは薬物更生施設入所中の田代正史さんへのエールだった可能性も十分に考えられます。桑野信義さんといえばミュージシャンとしての姿を思い出しますが、多々の事件を起こして服役していた田代正史さんもメンバーでした。そこで桑野信義さんと検索をすると、なんと逮捕というキーワードがよく検索されています。そこで詳しく調べたところ、1980年7月に未成年女子2名、いずれも当時16歳と捕まるような行為をしていたことが分かりました。青少年保護育成条例違反の疑いで書類送検されて半年間の謹慎期間を経て復帰している過去があります。ただ書類送検はされているものの、逮捕ということではないようです。先ほども少し触れましたが、桑野信義さんは2度の結婚をされています。最初の結婚をした妻との間にできた子供を引き取って、最初の妻とは離婚をしています。そしてしばらくは父と息子で生活をしていました。ご飯なども桑野信義さんが作っていたようです。そして2度目の奥さんと結婚をして2人の子供を設けています。現在は子供が3人いて、一時期は一緒に暮らしていました。桑野信義さんが特に音楽をやれとは言っていないのにもかかわらず、この世界に入ってきたと語っているそうで、血は争えません。ここで、桑野信義さんのプロフィールを見ておきましょう。桑野信義さんは、
1957年4月4日生まれ、東京都大田区の出身です。身長173センチメートル、血液型は B 型です。桑野信義さんは一時激痩せをしています。その時にはどういう理由だったのかと騒がれましたが、糖尿病になって体調を崩していたようです。そして一切酒を断っていたので激痩せしたようです。現在は症状も落ち着いたので体型も元に戻っています。桑野信義さんで検索をすると姿勢とも出てきますが、姿勢を入れているわけではないようです。現在はテレビの露出こそ少ないですが、ミュージシャンとしての活動を精力的に行っているようです。しかしその後大病を患い、病後でも戦っているようです。タレントでミュージシャンの桑野信義さんが現在戦っている排泄障害についてブログに綴りました。桑野信義さんは2021年2月に大腸がんの手術を行い、人工肛門をつけました。そして同年5月、人工肛門を取り、腸をつなぎ合わせてお腹に戻す手術を受けています。これで自身の肛門から排便できるようになったのですが、しばらく地獄のリハビリの日々が続いたと過去のインタビューで答えていました。そして2024年1月4日、桑野信義さんは人工肛門を閉じてからの後遺症で排便障害になってしまい、トイレラッシュに襲われるとブログに投稿しました。また2月10日には、手術当時人工肛門の自分が恥ずかしかったが、社会には老若男女のオストメイト、人工肛門や人工膀胱を増設した人がいるのを知り、恥ずかしいと思っていた自分がすごく恥ずかしくなったと明かしたこともあります。さらに排便障害のためおむつをつけていることもちっとも恥ずかしくないとし、同じ障害を持つ人たちの役に立たればということ、少しでも自信を保ってほしいので隠さずこれから発信していきますと、がんサバイバーに向けてメッセージを送っていました。人工肛門を取った後の排便障害とはどのようなものなのでしょうか。医師で東大大学院客員研究員の柳沢彩子氏が解説しています。桑野信義さんは大腸がんの手術にあたり、あらかじめ抗がん剤で腫瘍を小さくしてから切除したようです。そして一旦人工肛門を作って様子を見て、問題がなかったのでもう一回腸をつなぎ直しました。このように術後、腸管の縫合不全や多臓器の損傷などがないと分かってから、残っている腸管同士をつなぐ方法はよく取られます。後遺症については千差万別ですが、桑野信義さんのがんはステージ 3B、 リンパ節転移があるというかなり進行した状態で見つかり、手術も15時間に及んだということで、怪しい組織を細かく取ったのだと思います。そのため周囲の神経も一緒に切れている可能性があります。直腸は便を固形にまとめ溜めて出すという仕事をしていますが、それを司る神経が機能しないと便が自覚もなくちょろちょろ出続けたり、何かの拍子に漏れたりします。それが排便障害です。括約筋が衰えている程度であれば再び使うことで半年くらいで元に戻ることもありますが、桑野信義さんの場合4年近く排便障害が続いているので、この後も付き合っていくことになると思われます。それならば人工肛門を残すという人もいます。どちらの方が QOL が高いか、個人の価値観による選択ということですと解説していました。意図せず便が漏れるのを嫌がり、なるべく食べない飲まないようにする人もいるそうですが、脱水になる可能性もあり、やはりおむつが現実的と言います。桑野信義さんのようにおむつを履き、その上にパッドをつけて、さらに小さい布を敷くという形が一般的だそうです。少し漏れただけなら布を変える、少し量が多かったならパッドを変えるという方法が経済的、時間的なコスト節約になり、持ち運びにも便利なのだそうです。オストメイト患者会やバックアップ組織は多いのですが、ストーマを外して後遺症に苦しむ方が話し合える場が少ないとしています。ですから桑野信義さんが排便障害について啓蒙活動をすることは多くの人の励みになるでしょうとも語っていました。いかがだったでしょうか。今回は桑野信義さんの近況を見てきました。桑野信義さんは直腸がん 3B の手術から1年以上が経ちまして、先日大腸の内視鏡検査を受けてきました。
と報告しました。手術の後に抗がん剤をもう一度始めたんですけど、辛さに耐えられなくて中止する決断をしました。それからは免疫力を上げて体からがん細胞を消すことに集中してきたと、これまでの闘病生活を明かしています。そして内視鏡検査の結果を主治医から聞き、結果は見事クリア。腫瘍マーカーとともに大腸の内視鏡検査、手術の後はとっても綺麗で、それからポリープとか再発は見られないということで、とりあえず1年クリアしました。いやー、よかったですと安堵の表情を浮かべています。目処は5年の寛解で、1年クリアしたということで、残り4年の寛解を目指して、これからもコツコツとやっていきたいと思います。いや正直ね、本当にホッとしましたと本音を漏らしています。2022年夏にはラッツ&スターのメンバーとしてフジロックの舞台にも立った桑野信義さん、これからも元気な姿を見せ人々を勇気づけてほしいものです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。